第3レース1着となりました。神奈川の松坂洋平選手だわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。今日のレースどのように走ろうと思われてたんですの。のいや、もう取れた位置から、あのー、作戦は自分で考えて,てはい。そして道中いかがだったかしら？そうですね。あのー、まあ中井くんだけ見て、あの押、ー、えて先行という形にはい。 そして先行しているとき中井選手が後ろから来ているのはわかりましたかしら。そうですね、もうすかさず来ると思ってたんで、もうとりあえず踏みながら、うん、はい。ということはかなり余裕もあったのかしら。いや余裕はないです。四コーナー回ったときはいかがだったかしら。いやもうやっぱ500なんで、もうすごい長く感じました。そしてラインワンツーが決まりました見事な逃げ切りでしたわ。そうですね、ラインで決まって良かったですはい。今日のこのコーチのコンディションはいかがだったかしら。 いやーそんな風も強くなくて、まあ、走りやすい感じだと思いますではまた明日あさっても期待してよろしいかしらそうですねはい頑張ります皆様拍手をお願いいたしますわでは最後に松坂選手のまた少し違う一面もお見せしていただきたいと思って特技を少し見せていただいてよろしいかしらあはいなんか特技が手を鳴らすということなんですけれどもお見せいただけますでしょうかあはいいいです では皆様よくご覧あれ。すごい拍手お願いしますわ。なんかキュッキュしたあの笛が入ってるみたいで素敵ですわね。素敵だと思います。これは今日はねお子様もいっぱいいるんでかなり喜ばれたと思います。もう一度いいですかアンコール。<laughs> 素晴らしいお顔も素敵です。す